9月の29日火曜日、リビングライフのお時間です。今日のタイトルは、聞いて従うためには信仰が必要です、と題しまして、エレミア書38章14節から28節の御言葉から恵みを受けていきます。お相手は横浜御塗りキリスト教会の西山真一と申します。よろしくお願いいたします。エレミア書38章14節から28節。ゼデキヤ王は人を送って、預言者エレミアを自分のところ、主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる、私に何も隠してはならない、と言うと、エレミアはゼデキヤに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すのではありませんか？私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞かないでしょう。そこでゼデキヤ王は、密かにエレミアに誓った。私たちのこの命を作られた主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。また、あなたの命を狙うあの者たちの手に、あなたを渡すことも絶対にしない。すると、エレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこう言われる。もし、あなたが、バビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの魂は生きながらえ、この都も火で焼かれず、あなたもあなたの家も生きながらえる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この都はカルデア人の手に渡され、火で焼かれ、あなた自身も彼らの手から逃れることができない。しかし、ゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちのことを恐れている。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするのではないかと。エレミアは言った。カルデア人はあなたを渡しません。どうか主の御声に、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの魂は生きながらえます。しかし、もしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主が私に示された言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆、バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女たちは言う。あなたの親しい友達があなたをそそのかして押し切った。あなたの足が泥に沈むと、彼らは背を向けた。あなたの妻たちや子供たちは皆、カルデア人のところに引き出され、あなた自身も彼らの手から逃れることができずに、バビロンの王の手に捕らえられ、この都も火で焼かれる。ゼデキヤはエレミアに言った。誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすればあなたは死なない。もしあの首長たちが、私があなたと話したことを聞いてあなたのところに来て、さあ何を王と話したのか教えろ、隠すな、あなたを殺しはしない、王はあなたに何を話したのかと言っても、あなたは彼らに、王がヨナタンの家に私を返し、
そこで私が死ぬことのないようにと、王の前に嘆願をしていたと言いなさい。首長たちが皆エレミアのところに来て彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉の通りに彼らに告げたので、彼らは彼と話すのをやめた。あのことは誰にも聞かれていなかったのである。エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭にとどまっていた。エルサレムが攻め取られた次第は次の通りである。今日の本文を皆様お読みいただきましたら分かりますように、このゼデキヤ王とこのエレミアのやり取りがたくさんされます。ゼデキヤ王はエレミアに対して意見を聞こうとそのようにやってくるわけです。自分のこの命令等々によって何度もエレミアを殺すような状況に、殺しそうな状況に陥っていたわけにですけれども、そのような中でもあえてゼデキヤにこういうふうに意見を聞くっていうことはどういうことかというと、このゼデキヤ王が優柔不断なんですね。こう自分では何も決められない、これには若干背景があります。ゼデキヤ王が自分に自信がないというこの背景は、自分が神から選ばれた、もしくは民からも信頼されているという、そういう自信がありません。なぜならばこのゼデキヤ王という王様が建てられていくその過程で、バビロンという今攻めてきているバビロンのこの力の関係の中で、傀儡の王ですね、つまり一応血筋はあるんですけれども、自分の力じゃなくて外国の力で建てられた王様なので、民も納得していないというふうにも感じるし、神も納得しているわけではないと、こういうふうに感じるわけです。だから自分に自信がないわけですね。ですから行ったり来たり行ったり来たり、歴史的な背景の中ではこのゼデキヤ王さんはエジプトに就こうかバビロンに就こうか行ったり来たり、そして霊的な話をするならば、神の言葉はエレミアが言っていることが正しいのか、それともいろんな長老たちが言っているようにエジプトと組んでバビロンを打ち倒して、なんとか独立を保ちましょうと、そういうふうにしているのか、どっちにするのか、こう行ったり来たり、定まったものがないんですね。ですからエレミアを殺しそうになったり、エレミアに意見を聞いたり、そのようなことを聞きます。簡単に言うとですね、どうなってこれからどうなるでしょうかというふうにエレミアに聞くんですけど、私が本当のことを言ったらあなた殺すでしょうと、だから話せませんと言ったところ、いや殺さないからちゃんと話してねというふうに言うんですね。そうすると神の御心はバビロンによって国は滅ぶけれども神様は民を滅ぼそうとはされてませんよ、国は滅ぼすけど民を滅ぼそうとはされてませんよ、だから降伏しなさいということを簡単に、言うわけですよね。しかしですね、ゼデキヤは不安です。なぜ不安かというと、自分はこの国を滅ぼしたものにされて、たとえバビロンによって守られて命が守られたとしても、すでにバビロン捕囚で、国を奪われた人たちの恨みを買って同胞から殺されてしまうんじゃないか、裏切り者として殺されてしまうんじゃないかっていう不安があります。これに対して20章以下またですね、エレミアはですね、引き続きこのゼデキヤ王に対して神の言葉を繰り返していきます。で、結局もっと具体的に言うわけです。はっきりとちゃんとこう降伏しないとですね、もっと厳しい状況になりますよということを23節にかけて、こう話していくんですけれども、24節以下は、ゼデキヤはこのエレミアに対して、やっぱりちょっと決められないと、誰にも話してはいけないよと、あなたが殺されちゃうといけないからと言って話をはぐらかします。もちろん、エレミアが殺されないようにっていう配慮はするんですけれども、ここでも決断は先延ばしにしてしまう、そのような状況だったんですね。で、なぜ主の言葉に従うことに非常に優柔不断だったのか、
これの理由をよくよく考えてみると、確かにその歴史的な背景も考えることはできるんですけれども、ひとえに特に神に従うことが優柔不断な理由はどこから来ているかっていうふうに考えると、このゼデキヤという王が神様、聖書の神様がどういう方かという実感がないんですね。神の言う通りにして私の命が助けられても民から裏切られて死んでしまうんじゃないかと、そういうふうに考えていつも不安になってるんですね。もし神様っていう方が全知全能で全てのことを知っておられ、その上で大丈夫だって言っておられるっていうことを実感してるんならば安心して委ねられるんですけれども、しかしそれを信じることもできなければ体験していないのでわからないわけなんですね。結果として、このゼデキヤ王は優柔不断になるんです。どういうふうにしていったらいいかよくわからないということなんですね。私たちも今ね、この歴史を見ながら私たちはこの昔話は面白いねと言ってリビングライフをしていてはダメで、この霊的な教えを今私たちは読んでるわけですから、現在においても同じことがあります。皆さんは普段生活をしている時にどういうふうに生活しますでしょうか。いつも不安で、神の言葉は何だろうか、こうだろうか、やっていいんだろうか、やってはいけないんだろうか、いつも優柔不断になってしまうのはどういうことでしょうか。それの一番大きな理由は神様がどういう方かということを認識するかどうかなんですね。このゼデキヤの様子はですね、非常に優柔不断なんです。しかしこの優柔不断な姿勢というのは私たちの信仰生活のありのままの姿を表しているような部分がないでしょうか。私も含め優柔不断、このことをしたらいいのにしない、そのようなことがあるんです。皆さん、御言葉から激しく語られることが皆さんの中にありますか。御言葉を読んでいて、今日御言葉を読んでいて、今日の箇所ではなくて普段御言葉を読んでいて、激しく私の心に語られることが何一つないっていうんだったら何かおかしいんです。私たちの神様への向かい方が、御言葉を読むと私たちのうちには罪が示されます。御言葉を読んでも何ともありませんっていうことはないんです。御言葉は私たちに罪を示し、悔い改めに導き、そして救い主を求めていく必要性を感じさせるものです。そのために御言葉があります。だから御言葉を読んでいて何も感じないっていうのは御言葉に対する向かい方が何かおかしいわけです。しかもそれ示されているにもかかわらず、それをこうどうするか決断できないっていうことは、またこれはまた別の問題があります。神様が示される、悔い改めなさいって言われてるけれども、悔い改めることができないのは罰せられたらどうしよう、恥ずかしいって思うかもしれません。でも主は悔い改めれば許される、一見降伏して恥ずかしくなるかもしれないけど、あなたは生きると、こういうふうに約束している。信仰による行動を起こすときは必ずしも従いやすいものではないことがあります。だから信仰が必要なんですね。簡単に従えることのようなものであるならば信仰は必要ありません。信仰は従いにくいものだからこそ信じて一歩踏み出していく。そのような時に私たちが神様から示されることが何かっていうのは分かっていなければ非常に問題があるんだ。私たちは優柔不断ではなく、熱いか冷たいか、はっきりイエスなのかノーなのか、はっきりとしないといけないということですね。このヨハネの黙示録にそのような御言葉がありますね。ヨハネの黙示録3章の15節から19節ちょっとお読みいたします。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもなく、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。
豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。私を愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。このような御言葉がラオデキアの教会に対して語られています。私たちはまず主の心を知ることが大切です。そのことに対してちゃんと反応しましょう。優柔不断であってはいけません。皆様にご質問出されたと思います。御言葉から示されていることはありますかということですね。神様に向き合っていれば私たち示されることがあります。でもそれは時々辛いこともあるかと思います。でもそれは神様が私たちを愛し許すためだということをちゃんと知ってください。時には苦しいことがあります。でも神様の御言葉は私たちにとって愛の御言葉です。私たちを救うための御言葉です。私たちを単に懲らしめて苦しめようとするものではなく、回復させようとするものです。ちゃんと御言葉に向き合いましょう。また向き合えていないなら、もしくはそれに従うことができないとするならば、もう一度神様がどういう方なのかを見ましょう。聖書の御言葉が皆様に与えられているのは生ぬるいクリスチャンを作るためのものではなく、熱いか冷たいかちゃんと霊的な判断ができるクリスチャンになるためです。どうぞ今日御言葉を読んで、皆様主の喜ばれる信徒の一人一人としてどうぞ成長していきましょう。感謝いたします。お祈りいたします。神様、感謝いたします。御言葉からさまざまなことを示されて、どうしようか、従おうか従わないか、そのように悩んでしまう時があります。私たちの現実です。時には疲れてしまっている時もあります。でも示してくださる神様がどんな方であるのかっていうのをもう一度思い起こし、全知全能、私のために命まで捨ててくださる方、復活されて希望を必ず約束されている方、必ず受け止めてくださいますので、一歩踏み出すものとさせてください。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。